NS フライトチョイスナンバー6 GoPro Mavic Mini に乗せてみた。はい、今回はですね、 GoPro 使用者なら一度は考える GoPro を飛ばしたいと、男のロマンですよね、これね。今回ね、購入したミニね、取り付けて離陸できるか検証してみます。はい、これを使って取り付けますね。 GoPro のね、この下の両面テープは強いので、ボディにつけちゃうと取れなくなっちゃいますので、このマジックテープのね、バンドみたいので巻いて取り付けてみます。何しね、初めてやることなのでちょっと緊張しておりますが、こんな風にね、バンドで留めてみました。はい、後ろのね、センサーにも触れてないので大丈夫です。はい、 GoPro とね、機材の重さ 187g ですね。もう Mavic Mini とね、同じ重さぐらいあります。これだとね、もうね、国土交通省にね、提出しないとダメですね。はい、こんな感じになりましたよ。今日はね、もうすぐ雨なので室内でですね、検証です。もうね、ドキドキしてますよ、これ。何せね、狭いところでやってますんでね、皆さんは絶対真似しないでくださいね。墜落したらね、結構いい値段なのでショックですよ。それでは行ってみましょう。早くしろよなんて思わないでください。緊張していますよ。もうすぐ離陸。はい、離陸できましたね。それでですね、ちょっとね、バランスが悪いのかですね、ちょっと離陸の寸前にね、前進しちゃってましたね。操作でね、カバーしましたけども、これ操作してなければ完全にね、壁に激突してましたね。離陸したらですね、ホバーリングしています。手を離しても大丈夫な状態です。でもね、下のね、巻き上げのね、風でね、何が起こるかわからないんで目が離せません。 Mavic Mini 高性能です。はい、左右に振っても安定しています。せっかくのね、 200g 以下なんで、こんな飛ばし方やめましょうね。検証なので皆さん絶対真似しないでくださいね。しかしね、この値段でこの高性能、お買い得ですよ、これは。で、ちっちゃいですしね、ちょっとしたね、空撮ならね、ほんと十分ですね。着陸も問題ないです。練習はね、ほんとに十分にしましょう。毎回言っていますが、ラジコン保険にも入ってくださいね。お願いいたします。それではね、またお会いしましょう。さよなら。